九州カップ敗者トーナメント決勝です。途中からなんですけど14対9です。勝ってます。チーム紹介します。レフトケミさん、ライトミカスさん、レフトバックともみさんと、ライトバックさきさんです。ウエナビスタチーム、チロルズさん、チームコカコアラです。選手の皆さんは最後の力を振り絞ってぜひ立ち上がってください。悪いかな、ちょっと移動します。勝ったんですかね。15対10で勝ちました。途中からですけど、てか1分ですけど、お疲れ様です。